おはようございます。隠居の食卓の時間でございます。今日はね、割とまともなというか朝食でございますね。朝6時半になりますけども、食卓ご覧いただきますとこんな感じになってます。3点セットですね。まず白いご飯、炊きたてのがございまして、あとはね、生卵を醤油で割ったもの、お漬物が3種類、こんな感じでできてますね。まずはこの卵をね、じゃーっと入れるのはもう言うまでもないと思います。で、これをこうね、かき混ぜて卵かけご飯ができるわけですけども、おっと、箸が割れている。箸が割れてますよ。どういうことなんでしょうか。で、こうやって混ぜてね、気にせずに、まあ、あとはもうこうやってかっくらうだけということでございます。ごく普通の今日は朝食ですよね。いやー、お腹すいたな。やっぱりね、2時3時に起きてね、暗闇の中で撮影していますと、いろいろと考えることが多いですね。まあ、私の頭で考えることなんてたかが知れてますけどもいただきます。まあ、いただく前に私はまずね、たくあんをパリッと食べることにしてるんですよ。その他、キムチと白菜。このキムチはね、ご飯が進むくんです。で、もう一個のこの白菜の方は、ほら、吉野家の牛丼から発売されてるやつがあるんですよ。あれです。これがね、この3種の漬物が美味しい。でもね、いろいろと成分とか見てると、思ったより体に悪いんじゃないかなと。なんか昔のね、農家の方がつけてた、そう、瓶の中に入ってるやつあるでしょ。ああいうのがいいんじゃないかなって気がしていますね。どうなんですかね。いただきます。このお茶碗からの食べ方なんですけど、私はね、どんなものもこうやって箸でつまんで食べるようにしてるんですよ。だからお茶碗に口をつけてとは食べないんですよね。もちろんね、お茶碗っていうか丼に口をつけて食べるものはあります。うどんとかそばのつゆとかね。でも基本的にはお茶碗にはつゆが入らないんで、こうやって食べるのなんか犬みたいな食べ方だっていうふうにね、教わったことがあって、それから、まあ、いわゆる上品と言われてる方を見るとやってないんですよね。だから私もね、少しでもお上品に見えるように、茶碗は箸で食べる、丼はまた別と、丼茶碗を一緒くたにしないようなことを心がけております。まあ、皆さんも気づいたことがあったら教えてください。